自分で追う。セナ君、その子をお願い。天草真子は私が追うわ。私は言うと同時に走り出す。何？真子？気をつけろよ。私はセナ君の声を背中で受けながら逃げた真子の後を追いかけ始めた。あはは、どんな走り方？気功臭。完全に気功臭。その動きはどこかぎこちない。まるで足腰が引きつっているかのように奇妙に体を揺らしながら走っている。だが速い。妙な走り方の割に私と同じ速度を出している。私との距離が一向に縮まらないのがそれを証明していた。まずい。だんだんと息が切れていてきている。えふふふふふふ。一方のマコは息を切らすどころか笑っている。そんなバカな。ちょっと待って、置いてかないで。このままだと私の方が先にスタミナ切れを起こしかねない。こんなことなら自称世界最速の男セナ君に頼んでおくべきだった。言うてあいつ死ぬし。いや、今更言っても仕方がない。ここで逃したらもう後がないのだ。頑張れ私。ミコさんの彼女を張っていることはバレた。マコが再びあの少女を襲うことはありえない。そして他に親しい人物がいない以上、もう今回のような待ち伏せはできない。これ以降マコの行動が読めなくなる。ま、はい、待って、待って。焼ける灰を無理やり働かせつつ声を絞り出すよ。待てって。止まった。声が届いたのか。そこ動くんじゃないわよ。両足と肺、そして心臓が痛み、私は思わず橋のたもとにもたれかかる。橋？必死に走るうちに橋だけに住宅街を抜けていたようだ。たもとのコンクリートには C 橋と書かれた金属の看板が埋め込まれている。セナ君から怪談話を聞いたあの橋らしい。だが私の目の前にいるのは幽霊でも亡霊でもない連続殺人の被疑者で殺人未遂の現行犯だ。観念したのかはわからないが、マコは欄干に手をかけて立ち止まっていた。気の狂ったシリアルキラーと二人、幽霊話のある橋に立つか、あまり気持ちのいいものじゃないわね。よいしょっと。くだらないことを考えていたその一瞬、小さく言葉を発しながらマコが欄干へと上がった。何を？自殺？それとも川に飛び込んで逃げる気？おっとと、ふう。欄干に上がったマコはバランスを崩してよろけながら橋の外、川の方へ背を向け、橋の中央へと向き直る。欄干の上にまっすぐ立ち、両手を広げた様は小学生の子供が平均台の上などで悪ふざけをしているようによく似ていた。だがこの状況、私には彼女が川に飛び降りようとしているとしか思えなかった。橋の下、 N 川は先ほどまで降っていた雨の影響かゴーゴーと濁流がうなりを上げている。無理だ。たとえ水泳の金メダリストだったとしても、あの中に入ったら泳ぐどころか死んでしまう。やけになったのか。いや違う、私は彼女を追い詰めていない。このまま走り続ければ私はスタミナ切れ、彼女は簡単に逃げおおせられる状況だ。残る可能性は自殺。やめなさい。私が叫んだ瞬間、マコは顔だけこちらを向き、直後に
背中から落ちていった。まこさん、ちょっとエロい。どういうことこいつ、なんかエロい。欄干から乗り出した私の目に仰向けに落ちていくマコの姿が映った。なんか光った。そして彼女は背中から濁流へと着水し、それっきり浮かんでこなかった。そんな。私のつぶやきはマコと同じく濁流へと飲み込まれ、そして消えていった。すっきりしねえ。はい、では椎橋周辺から下流までの捜索よろしくお願いします。無線から了解の声が響く。ここの所轄署 G 市警察署に応援と河川捜索を頼んだ。これでいずれ彼女の遺体も見つかるだろう。あっけなさすぎる幕引き。私は結局また犯人を取り逃してしまった。しかも永遠に手の届かない形で。あ、でもこれってオカルトルートが生死なんだっけ。マコは、おい、サキ、セナ君は戻った私の顔を見るなり怪訝な表情を浮かべ、そしてハッとした。セナ君のそばでうつくまっている少女も表情を曇らせる。取り逃しちまったか。セナ君の言葉に少女が身をびくりと震わせた。いえ、違うわ。あの時、落ちる瞬間に天草真子が見せた笑みが頭に焼き付いて離れない。天草真子は椎橋から飛び降りたの。高さはさほどなかったけど、下は濁流。間違いなく助からないでしょうね。そうか。セナ君は複雑な表情を浮かべた。残念そうでもあり、悲しそうでもあり、安心しているようにも見えた。隣の少女はあからさまにほっとしている。無理もない。先ほど包丁で襲われたばかりなのだ。まあ、これで事件は解決だ。あの女、天草真子だったんだよな。あいつが一連の事件の犯人で間違いないだろう。ええ、その子に包丁を突きつけていたとき、確かに言ったわ。巫女のものは私のもの、仲良く半分子にしなきゃって。俺には聞こえなかったんだが、そうなのか。セナ君が傍らの少女に顔を向ける。少女は無言のままコクコクと何度もうなずいた。あの時の恐怖を思い出したのか、顔を引きつらせながら、どう考えてもマコのセリフだな、そいつは。そして現行犯で目撃したわけだ。未遂だけどね。何にせよ未、いや、何でもねえ。言いかけた言葉を飲み込み、セナ君は罰が悪そうな顔をした。へたり込む少女がミコさんの恋人であることを思い出したんだろう。多分セナ君はミコちゃんの疑いは晴れたと言いたかったのだろう。じゃあ姉をかばうために演技してたってことか。晴れたとはいえ、恋人の容疑に関する話などするべきではない。女心はともかく気遣いはできるらしい。あと、サキが無事でよかったぜ。ありがとう。意外な言葉に少し戸惑ってしまう。こう思うぜ。犯人は取り逃しちまったが、もう二度と犠牲者は出ねえってよ。ギリギリこの子も救えたしよ。そうね。セナ君の前向きさに今更ながら何度救われたか。彼の言葉は沈んだ気持ちをほんのわずか軽くしてくれた。椎橋の階段増えちまうな。セナ君の言葉に答えず、私は先ほど走った道へと、彼女の飛び降りた橋のある方へと目を向けていた。
所轄署から駆けつけてくれた鑑識などの応援人員でごった返す C 橋の欄干にもたれかかり、私はあの濁流を眺めていた。まだ水の勢いが強く、潜水やボートを使っての捜索は明日の朝以降に持ち越されることになった。この場にいる誰もが被疑者、天草真子は濁流に飲まれ死んだと思っているんだから、だから当然だ、焦る必要はないと。だがこの橋の証拠採取などはそうも言っていられない。雨は止んだとはいえまだあちこちが濡れている。証拠が劣化する前に採取をしなければならない。そして川岸への漂着確認もだ。そのために下流の所轄署にも動員がかけられたらしい。あの美子さんの恋人だという少女は無事に自宅まで送り届けて、所轄署の警備課に警護も頼んだからもう大丈夫だろう。犯人がああなった以上警護の必要はないかもしれないが、市民の心を守るのも警察官の務めだ。家の外に警官がいた方が彼女も安心できるだろう。応援の手配に警護の手配は済んだ。現状この場で私にできることはもう何もない。だが私はここを離れられずにいた。私の横で瀬名君が同じように黙り込んだまま欄干にもたれかかっている。言葉がないと自然に濁流へと目が行ってしまう。あの時彼女はなぜ笑ったのか、そもそもなぜ幾人もあんな残酷な方法で殺したのか、サイコパスだからと結論を言ってしまえばそこまでだが、彼女が犯人だと確信してはいるが残った謎が多すぎる。だからか事件が解決したように思えない。なあ、もう G 県本部に戻らねえか。家宝は寝て待てって聞いたことあんだろ。それに伝えづれえことだけどよ、ミコちゃんにもこのことを話して早く解放してやらねえとだしな。遠慮がちに瀬名君が言う。そうね。しかしどうにも気が乗らない。こうしている間にマコの遺体が見つかるはずもない。だがどうしても足が動かない。俺たちはやるべきことをやった。犯行を止めたんだぜ。だからもう気にやまな。うん。瀬名君の言葉を着信音が遮った。これ私のじゃないわね。チッ。下打ちの記録を更新しつつ、瀬名君がズボンのポケットから携帯を取り出した。そして画面を一目見た途端、瀬名君はあからさまに赤くなる。ったくよ、任務中に電話してくんなっつってるのによ。ぶつくさ言いつつ電話に出るかと思いきや、そのまま切り携帯をポケットにしまった。邪魔が入っちまった。だな、気にしてもしょうが。再び瀬名君の言葉を着信音が遮った。私を励まそうと何か言おうとするのをことごとく邪魔する着信音。ちょっと面白い。だーもん。赤い顔で怒りながら先ほど と同じく電話に出ずに切り、ポケットへとしまう瀬名君。ちゃん。態度から察するに、もしかして彼女か、母ちゃんでしょ。いや、そんな、まさか、そんなことありえない。瀬名君が女性にコンプレックスを持っており、そのために苦手としているのは間違いない。彼にライアーズアートを仕掛け、そして得た事実だ。でもちょっと気になるし、からかい半分で探りを入れてみよう。今の彼女から？ちげえし、んなもんいるわけねえし。もともと赤かった顔をさらに赤くし、瀬名君は必死に否定する。本当に？そんなことで嘘ついてどうすんだよ。俺はな、本部長直属の特殊捜査班として悪党をバシバシ捕まえるって使命があんだ。彼女なんかいらねえし、いたとしても構ってる暇はねえ。聞いてもいないのに必死だ。なんかこう、さらにからかいたくなってくる。ライアーズアート。よせ！冗談よ。でも白状しないと本当にするわよ、ライアーズアート。マジだっての。瀬名君が叫ぶと同時に、またもや着信音が鳴る。
実にいいタイミング。もはやコントのようだ。こんちくしょう、しつけえな。セナ君が切れた。乱暴に携帯を取り出し耳元へ持っていく。はい、もしもし、こちら絶賛任務遂行中な世界最速の男、アイゼンセナだが。だが、もはややけくそや。少し離れたところに所轄の鑑識さんたちが何事かとこちらを遠巻きに見ている。何度も何度もかけてきやがって。よっぽど大事な要件なんだな、おいこら。怒りと相まってこちらを意識しているんだろうか、やだろと電話口の相手に大きな態度をとっている。あの照れ具合はどうも恥ずかしさの裏返しのようにも見える。独身男はそこまで恥ずかしがる相手、推理するまでもない。彼女じゃないなら相手は母ちゃんだ。いや、確か瀬名くんのご両親はすでに亡くなっているはず。じゃあ誰だろう。あん、晩飯だ。なことでいちいち何度も電話してくんじゃねえよと怒鳴った後で、瀬名くんは少し落ち着いたらしく、少し声のトーンを落とし始めた。ピーマンさえ入ってなけりゃ何でもいいって。子供か。前見たく細かく刻んで混ぜ込むとかなしだぞ。またやりやがったら本気で怒るかんな。ますます子供か。私の心中のツッコミだとお構いなしに瀬名くんは喋り続ける。ん？デザートだ。そんなもんいちいち聞かねえと分かんねえのかよ。照れがあるとはいえ、いくらなんでも言い過ぎじゃないだろうか。いや、彼は元暴走族だったのだ。これくらいいつものことなのかもしれない。そりゃいるに決まってんだろ。我が家のスイーツは絶品だかんな。っているのかよ。けなしたり褒めたり忙しい男や。今日はクレームブリュレの日、忘れるわけねえだろうが。ブリュレってカラメルたっぷりで表面はカリッカリに仕上げてくれよな。だからって焼きすぎて中が硬いやつは NG だぜ。中は柔らかく、それでいて表面はカリカリ。分かってんな。しかも注文がすごく細かい上に難易度が高そうだ。お前はどこぞの食通か。おーし、分かってんならいい。じゃあよろしくな。最初の不機嫌や照れ、怒りはどこへやら。瀬名くんはすっかり上機嫌で電話を切った。で、何の話だったか。こやつ、クレームブリュレに釣られて今までの話を忘れてやがる。くーん、ツッコミどころが多すぎてどうすればいいかわからないんですけど。今日はクレームブリュレの日？どこの乙女やお前は。男の口からブリュレとか初めて聞いたわ。しかも普通のご家庭では夕食のデザートにクレームブリュレなんて出てこないし、口ぶりからすると手作りっぽいし。でもってそれを食べるのは元暴走族の頭で、目つきの良くない20代半ばでリーゼントの刑事だし、何から何まで何もかもがおかしい。私はといえば自炊もせずにコンビニ弁当とビールのゴールデンコンビの日々だというのに。どんな生活してんだセナてめえこの野郎ボケ。あ、そうだ、思い出した。どっちにしろもう事件は終わった。解決したんだぜ。そんな気に病む必要はねえだろ今頃。下り顔でそんな言葉を口にするセナ君。ブリュレと嬉しそうに言ったその口で、温かい励ましのセリフがもはやギャグにしか思えない。ああ、ようやく笑ったじゃねえか。おかげさまでね。意図してのものではないだろうが、私の沈んだ気持ちは薄れ、肩の力も抜けていった。悩むのがバカらしくなったという気がしないでもないが、県警本部に戻りましょうか。私たちがここにいても何もできないでしょうし。ああ、戻ってミコちゃんを釈放させて報告書をまとめて、今日のところは解散だな。そうね、そうしましょう。セナ君が何度も言った通り、事件は終わり、解決したのだ。そう、すべては終わったのだ。あ、天然愛はまた今度な。今日は家で飯食いたいからよ。天然アユよりブリュレかい。思わず口をついて出てしまった。おセナ君が目を点にしている。しまった、
我慢しきれずつい突っ込みを。そこまで鮎の塩焼き食いたかったのか。いや、そういうわけじゃ。よし、明日行こう。いや待てよ、明日はマカロンか。マカロンって、またもや可愛らしいもの。もしかして彼は甘党なのだろうか。昨日一緒に飲みに行った際、彼は一口も酒類を飲まなかったし。いや、マカロンは少し間が空いてもそんなに味が落ちねえな。随分とこだわりがあるようだ。また今度でいいわよ。県警本部に戻りましょう。おうよ。妙に嬉しそうだ。きっと頭の中はもうブリュレでいっぱいなのだろう。どれだけ楽しみなのやら。あそこまで嬉しそうにされると、むしろアイゼンさん家のクレームブリュレ気になってきてしまう。後味は悪いが、事件は解決した。 G 県警本部へと戻ってきた私たちの目下の悩みは、天草真子の顛末を妹の美子さんに対してどちらがどのように伝えるか。先ほどまで少し楽だった気持ちが再び重しをかけられたように感じてくる。瀬名くん、いけそう？え、俺が？いや、どうしたもんかな。俺は自分の目で見てねえしよ、ずるい。お前の方が適任なんじゃねえか？ほら、ライアーズアートでよ。あれはそういうのじゃないってば。瀬名くんはしどろもどろだ。いつもの強気はどこへやら。だが、瀬名くんの言うことはごもっともだ。彼女の天草真子の最後を目撃したのは私なのだ。いいわ、私が伝える。悪いな。代わりに報告書のまとめはお願いね。うえっ、しっかりしてやがるぜ。美子さんはどこかしら。まだ参考人の段階だから留置場ってことはねえよな。よく考えたら、あの時点じゃ任意同行だったんだし、監視付きで家に帰らされたりして。だとしたら二度でまだ、これから彼女の家まで行かなければならない。椎橋からならそう遠くないのに、もっと早く気づくべきだった。まあ、とりあえず一家の連中に居場所を聞いてみようぜ。ついでにお前らが任同をかけた女の子は犯人じゃなかったぜって言ってやるか。悪趣味な。と言いたいが、新見警部補に対しては、瀬名くんもいろいろと思うところがあるんだろう。引っ張かれてたし。随分と楽しそうだな。ファン、いきなり出てくんじゃねえよ。新見警部補。呼ばれて出てきたわけでもないだろうが、廊下の角から、いきなり新見警部補が現れた。珍しくニヤついているのが気になる。小僧。お前、今妙なことを言っていたな。ん？お前らがポカやったって話か？新見警部補に対抗してか、瀬名くんはニヤニヤ笑いを浮かべた。お前は何を言っている？むしろ俺たちがしたのは活躍だろう。はあ？勝ち誇るかのように新見警部補が胸を張る。あの、どういうことなの？どうもこうもない。あの後、本部に戻ってすぐに天草美子が犯行を自供した。二件の猟奇殺人は全て自分がやった。と。後味悪っ！そんな話は誰からも聞いていない。高潔警部の言葉が一瞬信じられず、私は思わず絶句した。バカな。そんなバカな！いや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 、おかしいだろ。俺らは確かに。おかしいのはお前たちだ。勝手に所轄を動員して N 課を捜索などと。事情を説明して帰らせるのに余計な時間を食ったぞ。瀬名くんの言葉を遮って、新見警部補が無然とした顔を見せる。彼らには天草真子が川に落ちた事実がきちんと伝わっていないらしい。それにしても、巫女さん、犯行自供だなんて、そこまでして姉の真子をかばうのか、双子の結びつきとはそこまで強靭なものなのか。眉を潜める私に構わず、新見警部補が誇らしげに続ける。
自供内容はこちらが把握している犯行の詳細と完全に一致している。そして何より天草巫女の証言通りに凶器が発見された。嘘つくんじゃねえ。いい加減にしろ。こんな嘘をついて何の得があるんだ。証言に基づき天草家の家宅捜索を行ったところ、その言葉通り巫女の部屋にあるクローゼットから凶器のノコギリが発見された。血液がべっとり付着したノコギリがな。 DNA 鑑定の結果はまだ少し先になるが、それらの血液を検査した結果、血液型と血液の成分組織が被害者2人と完全に一致している。さらにノコギリの刃が遺体の断面と一致、凶器と見て間違いない。ちょっと待って、それだけでは巫女さんが犯人と断定できません。姉の犯行をかばい凶器を隠していただけかも。それはないな。すでに如月が科学鑑定を終え、巫女の犯行に間違いないとしている。なんでそんなことがわかるんだよ。ノコギリの柄の部分に巫女の指紋と掌紋がついていた。つまりそのノコギリを握ったことがあるということだ。そしてその手形に沿うようにしてべっとりと血の跡が残っていながら、指紋と掌紋に血液は付着していない。つまりノコギリを強く握った状態で血液が付着した。少なくとも被害者の出血時にノコギリを握っていたことになる。ふん、この勝負、僕たち、いや、俺たちの勝ちだな。満足げに鼻を鳴らし、新見警部補は勝ち誇っている。そんなバカなことがあるかよ。なあ、サキ、ミコちゃんは仲のいい姉だからマコのやつをかばっているだけだって。共犯なのでは？むしろマコがかばおうとしていた。セナ君は凶器の鑑定結果を突きつけられてなお堅くなに認めようとせず声を張り上げた。いや、彼らの言っていることが事実だとしても、私たちが、いや私が見たあの光景は何だったのかということになる。本当に何を言っているんだお前たちは。興奮しているセナ君に代わって説明しなければ。あの時私が見た光景を改めて状況を整理して今まで得た証拠と総合すると、幻ってことないよね。天草巫女、彼女の事件時の様子はどうだったのか。であえて悪い結果で終わらせてバッドエンドを見たいと思います。あえてね。天草巫女は新たな犯行に及んだ。天草巫女と天草真子、事件での二人の関係は何だろうか。共犯、かばっている命乞い天草巫女は天草真子に命乞いをした。他の空欄も全て埋めよう。すでにキーワードを入れた箇所も必要があれば直せる。事件の全体図を完成させるんや。天草ともみ、娘双子、親友双子、前田亜美双子、ノイローゼ気味。前田亜美は出刃包丁で切断された。ノイローゼ気味だった。天草巫女は前田亜美の娘だ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。巫女の恋人、天草巫女の恋人は彼氏である。ああ、もうめちゃくちゃだよ。天草巫女の恋人は彼氏である。天草真子、天草真子って死んで、ああ、そうか、死んでるわな。天草真子は河川捜索の結果発見された。あ、そうなん。任意同行で警官と一緒にいた。これミスリードで正解とかじゃないだろうな。新たな犯行に及んだ。天草ともみ双子
双子と口にしていたように思える。あ、こんなもん。これはひどい。ミコさんは新たな犯行に及んだ。どうやって？新たな犯行というのはあの彼女襲撃の件だが、あの犯人は天草真子ではなかったか。そもそもミコさんは襲撃ができる状況だったろうか。そう考えると適切ではない。ミコさんは真子に命乞いをした。何の話だ。真子に命乞いをしたのはミコさんの恋人であってミコさんではない。いろいろあって疲れているんだろうか。もう少し慎重に考えを巡らせないと奇妙な取り違いをしかねない。してるんだよな。あ、丸かい。だがもう遅い。これはひどい。これはひどいの日。考えれば考えるほどわからなくなってきた。私が見たのは何だったのか。見間違い？それとも幻？頭がこんがらがってきた。無言で悩む私を見てしびれを切らしたのか、セナ君が大声を張り上げた。信じようが信じまいが、俺たちは見たんだ。出刃包丁を持って人を襲う天草真子の姿を。あいつが犯人に決まってる。その瞬間、周囲の空気が凍るのを感じた。小僧、お前、それは本気で言ってるのか。あのな、天草真子は最低でも一週間前に死んでいるんだ。死んだ人間が人を殺せるわけがない。うん。真子が死んでいる？新見警部補の言葉が私の頭をさらに混乱させた。真子が死んでる？つまらねえ冗談言ってんじゃねえよ。言ってんじゃねえよ。じゃねえよ。取り乱してますね、これは。事実だ。天草家の庭から天草真子の遺体が発見されている。分析によれば死後最低1週間経過した状態だそうだ。やっぱオカルトが静止なんだ。んだと？おい、サキ、お前からも言ってやってくれよ。俺たちは真子を見たってよ。セナ君らしくない。懇願するかのような声色。しかし、私は何も言えなかった。わからない。真子じゃない。私が見たものは。おい、サキ。結局、天草美子を犯人として事件は無事解決となった。しかし、この時を境に私と瀬名君はあまり口を聞かなくなった。言いようのない溝のようなものが生まれていた。彼は私に対する信頼感をなくしてしまったようだ。当然といえば当然、頼りにならない相棒なんていてもいなくても変わりはないのだから。言葉のない重くよどんだ空気のオフィスで私はとある事実に思い至った。ある意味でまた相棒を失ったのだ。ゲームオーバー。エンドナンバー27、溝。